これジャンプ台みたいだぞ、ね、壁まで215。駆け上がってく。あ、行ったよ。見えた。行った。超階段のとこまで。やった。なんかでも反発力がすごい気がする。はっちゃっちゃ上がったようだ、止まったような。ところに着きました。行ってみよう。ゆきなちゃんの一番得意なクラブは何ですか？得意なクラブ、ドライバーとアプローチ、うん、おー、なんでその2つが好きなんですか？ね、ドライバーはなんかバチンって振って芯を取った時にやっぱり気持ちいいじゃないですか、うん、気持ちいい。そう、なんか空に向かってボールが、自分の打ったボールが飛んでくのとか見るのすごい好きだし、あとね、アプローチはやっぱり寄せるのが楽しい。うん、あとアプローチした時のインパクトの感触が好き。あ、乗ってる感じ、フェースに。あ、うまくいった時に。そうだよね、あのなんか軽く当たった感じじゃない時の、長くいるなみたいなフェースの。わかるよ、ね、それは全然なかったですけどね、今日全然なかったんですけど、いい時はあるの、なんとなく。そうあの感触が好き、どっちも感触が好き、うん、てかドライバーがまさかこんなに飛ぶもんだと思わなかったよね、ゴルフ始めた時に。そうだね、うん、うん、なんか確かに本当に確かに不思議、ドライバーって、ね、不思議だね。傾斜すごいから、あんま大きいクラブで大体ね、傾斜の時ね、こういってこうなっちゃう、体重移動しない。ちょっと引っかかったけど。大丈夫かな。うん。なんとか。なりました。71ヤードを58度で打ちます。からのみたいな。そうだって約70ヤードでしょ、うんうん、もう自分の中ではもうビシッてここにつけたい、これぐらいの感じにつけたいって思ってたから。もうそうだよね。そうでもそんなわけないよねって思うように、そうなの、そうなの、なんかなってきたってことですよね。うん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 、どんだけやってもどんだけ練習しても、うんうん、そういうこと、もうあれでいいの、いいの、悔しいけどあれでいいの、おって思えるようになった。おー、うん、おー、うん、弱くない？え？うん、嘘。そうでもない。うん。あ、弱い。ナイスパー。はい。ありがとうございます。やべえ、マジアンダーだ。うん、よし。きなちゃんにバンカーやってもらおう。あ、バンカーね。うん。バンカー嫌いだったんでしょ、昔。結構見てるね。うん。そう、嫌いだったの。それが今じゃ全然なんだって。133ヤードを8番で行きます、はい、上げてるもんね。かっこいい。なんか切れてるよ、うん、本当にキレキレだってます。右サイド？やや手前？あ、あれか、右やや手前。お、風かな。ちょっと上がっちゃったからね。あー、右に行っちゃった。めっちゃ
なかったからね。逆に良かった。そうだね。うん。あれ乗るときつかったよ。ちょっと距離のあるバンカーをゆきなちゃんにレッスンしてもらいます。はい。まあ女性結構バンカー、まあ1回で出ないとかも結構多いんですけど、うん、ゆきなちゃんも昔バンカーが苦手だったということで。うん、もう大嫌いでした。ああそう、はい、入んないでみたいな。そう、入るぐらいだったらその変なとこでもいいから残っててみたいな。私もそうでした。そうですね。どう変えたんですか？一番大きかったのは、目線、構えた時の、目線を、前まではやっぱりこのボールの辺を見てたんですけど、今はこのクラブが落ちていく場所、例えばなんですけど、この親指1本分手前に今は入れようとしてるんですね、うん、で目線をここにしたの、うん、前はボールだったけど、うんうん、今はこっち、うんうん、そしたら結構ヘッドが落ちる場所が安定してきた。でそこだけをしっかり見て、うんうんうん、打つまで見てる、うん、へそうですね。じゃあ打ち方とかは基本変えてない感じ？打ち方はそんなに変えてないかな。あでもあと下半身を安定させることはより意識をしてるかな。まあその伸び上がったりしたりとかね、するとギッコンバターンってなっちゃうとバンカーは。そうだ、なるほど。じゃあちょっとこれは難しい、ちょっと距離があるバンカーショットですが、はい、うまい。いや止まったよ。止まってくれた、ね、ナイス。ナイス。こんな感じです。すごいいい感じのとこ取れてますね。砂が。ナイス。はい。もうマウンドの先下ってるから。下ってる。58度で、うん、あんまりランを出さないイメージで。うん。完璧じゃない？その先下ってるよ。止まったか。止まっちゃったね。もっと行きそうな感じだけどね。マウンドだらけだ。ここね。うん。ここ。うん、オッケー。あー、めっちゃ怖かった。めっちゃ怖かったけど。あ、でもナイス。飛んでる方向いいですね。ナイスナイス。自分の中だともう どこ行くのクラブみたいな感覚。慣れです。あ、おー、ナイス。おほほ、あーとか言わなきゃいいんだけどね。怖い。あーすごい、すごくない今の入り方。ちょっと抜けちゃうと思ったけど入ってくれたね。なんかさ、このさ、えぐれからさ、ちょうどここがね、えぐれてた。いや、なんか切れそうで、うん、なんかすごい耐えましたよ、そこ。よいしょ。はい、ありがとうございます。ゆきなちゃんさん、もう一回構えてもらってもいい？うん。あ、すごいこのアドレスがちょっとドローなんだけど、そうだね、ちょっと普通は多分こうなのに左足開いてんだよね。普通に構えるとそうね。うん、こういう、それはやっぱり回転止めないため？いや、あの視界をこう広く見たい、うん、あー、なんかアプローチの延長じゃないけど、こうやって開いた方があそこに打つみたいなイメージが湧きやすいから、あ、こうしちゃうとなんか違うなみたいな、閉ざされてる感じがする。へー、今なんか見てて、あ、打つ時になったら足がそうなったから、うんうんうん、それがちょっと気になった。なるほどね。逆になんかこれで打ってくださいって言うと、うん、体が回らない気がしちゃう。へー、うん、今いいの見つけて。すごいね。
初めて言われた。よし、視界を良くして。お、ナイス。いいじゃん。ナイスショー。ちょっと意識してみたんですけど。あ、やってるやってると思って。ちょっと足もじもじみたいな。ナイスショー。いいね。視界良好になりますよ。いい感じ。そう、左にね、こう。嫌だってなるとそういつもこう逃げちゃう。触れなくなっちゃう、ね、うんうん。自分で編み出したんですか？反動を教わった。反動を教わって勧められてやってみて、うんうん、でやっぱ自分に合ってるなと思ったから続けてる。へー、結構早い段階で。そうね、復帰したあたりかな。あたりから、うん、へー。もともとドローなんですか？もともとドローです。46ヤード。入った時は入った時や。うわー、トップした。超えて、キャー、入ったー。キャー、本当平らなとこないね。本当だよね。わあ、すごい抜けた。ね、今いい感じ。スポーン。ナイスオー。はい、ありがとうございます。完璧。完璧です。ちょっとずつ調子が。距離出さなきゃいけないから、フェイスはあんま閉じないで。キャリア主体重で。見えないぐらいですよね。そうね、そうだね。なんかあの木狙いとかで、あの方向はあの木狙いで、うんうん、でも視界はここ結構見えてる感じですよね。あ、結構見えてる。はあ、うん、こういうのが嫌でだんだんこうね、あ、なる、うん、なって右に向いてきちゃう。そう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 。おー、ナッショー。いいね、ナイス。まあ、百技に大事なことって、うんうん、まあ、挙げるとしたら3つほど。3つほど。何が大事だと思いますか、お客さんとかにも。グリーン周り。グリーン周り。グリーン周りと、あと、やっぱコースに慣れること。おー、慣れるっていうのはどういう。なるべくたくさん来て、うん、そのさっきも言ったんですけど、この景色だったりとか、芝生から打つことに慣れる。じゃあ景色にも芝生にも慣れてるけど、うん、100を切れない時はどうしたらいい？ゴルフにはよく行ってます。だけど私叩くんです。あ、週に1回はゴルフ行ってますみたいな。アプローチとかバンカーとかパターはどうですかって聞く。あ、なるほどね、うん、意外にその飛ばすこととかばっかりやってませんかみたいな。もう1個なんかあげるとしたら何かありますか？あとやっぱりドライバー。ドライバー、ドライバーの曲がり幅をコース内にしたい。そうね、そうね、うんうんうん、やっぱセカンドちょっと林からとかだと一回ロスしちゃいますもんね。そうですよね。なんか全然ラフとかは OK だけど、うんうんうん、こう打てるところまでにしたい。なるほど、ありがとうございます。今ちょっとだけこっち意識しました。もう、ナイスショー。いつもこういう時にこう来ちゃうんですよね。そう。で、ふーん
ンってなってるんですよ、うんうんうん、あの動画とか見るといやいやこっちに今いやいやこっちでこっちに上げちゃう。なるほどね、うん、ナイスショー。今ぐらいか、うん、おー、つま先下がりの重要ポイントって何ですか、うん、やっぱり重心が上がらないこと。番手って上げてます。番手は1個上げてます。1個上げてます。あとねフルスイングはしないようにしてます。うわすごい大丈夫乗ってったナイソン。今もやっぱグリーン真ん中じゃなくて右、そうちょい右を、うん、狙って、うん、ただそしたらね、うんうん、まあ、ピンには近くなくてもパーを取れる。そう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 。それがちょっと左にね行ってたりつけたりとか、ね、怪しいもんね、パーもね、うん、バンカーもあるし、うん、惜しいなんかちょっとこれがやっちゃいました膝が、うんうんうん、でも上げた位置は良かったと思います。あー今スッと来れなかったね。そう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 、左重心なんか左の足から自分の体全部が軸のイメージをしてる。ここはね、そう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 、一本、そう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 、で左重心のまんま打ってる感じ。このね上げるじゃん、うん、そうするとねこっち行っちゃう、ちょっと行くよ、ね、そうなの、うん、こうしたら絶対慣れないからできるんですよ、うんうん、恥ずかしくて昔ずっとこれで打っててでやっぱ足つくと絶対に、うん、ふらーっと来ちゃう、ふわーってこう、なんだろうな、腰の位置がもうちょい、あもうちょい左に来るといいのか、そうなの、うん、体は行ってるのに腰はこうなってる感じするもんね。そう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 するけどな、ここね、OK、うん、OK、 あでも行かなくはなってる、うんうんうん、あのこういう感じはなくなってるかも。 そうだね、そのなんだろう、これ、うんうんうん、これはなくなったかもね。ここね、うんうん、ちょっと意識してみます、うんうん、めっちゃ入るやん。アプローチ寄らないから助かる。あ、強い。強い強い強い。うん、ナイス。ありがとうございます。お、ここでちょっと強かった。ちょっと強かった。